ワイルドアームズシリーズ、ワイルドアームズザ・フォース・デトネーター、ワイルドアームズザ・フォース・デトネーターは、ソニーコンピュータエンタテインメントから2005年3月24日に発売された、プレイステーション2用ロールプレイングゲーム。ワイルドアームズ・アドバンシド・サードに続く、ナンバリングタイトルだが、マニワイルドアームズ・アルタコード、F を挟むため、実際は、シリーズ第5作目、WA、 F からのコンバートシステムがある。初回生産版には設定資料や序盤の攻略ガイドなどを含むファーストガイドブックレットがついている。今作のテーマは大人と子供であると開発前は語られていたが、これは建前上のものであり、本当のテーマは進化であることが攻略本のインタビューにて述べられている。物語の舞台は惑星ファルガイア。 その昔、反国家統合政府と議会騎士団との二つの勢力の間で争いが絶えず、その結果何十年と及ぶ戦争を引き起こした。反国家統合政府は戦争に終止符を打つべくアームと呼ばれる兵器を開発し、その威力と精度から戦況は一転した。しかし、反国家統合政府は勝利を手にする目前で、 内部からの反発勢力により崩壊し、最後には議会騎士団の不戦勝の形で終結した。だが、戦争は終結したものの、世界の傷が癒えることはなかった。そして、議会騎士団の政治も、荒れ果てた世界に一日一日を生きることに、精一杯の民衆たちにとっては、何の価値もなく、議会騎士団も事実上、機能していない状態に陥っていた。現状、 ファルガイアは別の意味での何者にも囚われない自由を手に入れたのだった。そんな戦争時代とは全く無縁に育ってきたシエル村に住むジュードはある日村に突如現れた謎の戦艦を目撃する。少年は兵士たちの目をかいくぐり戦艦へと忍び込みそこで一人の少女と巡り合う。それがすべての物語の始まりである。各プロフィールはコンプリートガイドより 一部を除き、クラス名は、各人の持つ、異能名となっている。コマンダーコマンダーは全部で7人とされており、ベリーエールやフィオレ、アーシアの3人は除外されている。7人目は、ラムダの切り札として扱われており、作中では、コマンダーと共に行動することはなく、フィオレ、アーシアも、その存在を知らないでいる。今作では、ヘックスバトルシステムと呼ばれる。 新戦闘システムが起用されている。この戦闘システムは、従来のシステムを一新したシステムで、戦闘では7つの六角形のマスを移動しながら攻防を行う。攻防の順番はターン制ではなく、反応が高いキャラクターから味方的問わず、順番に行動し、反応が高いキャラクターは、遅いキャラクター1回の間に何回か行動することもできる。 敵味方含めての行動順番も表示されるのでそれを考えて戦術を組み立てることができる。1ターンで行える行動は攻撃、防御、移動、アイテム、フォースだがキャラクターの成長に伴って特殊なスキルを習得するとターンを増やし連続で行動できる。行動の対象は基本的に1マス単位で複数のキャラクターが入っていれば その全員に効果が及ぶ。ゆえに戦略性が重要となった今システム。他にも属性の恩恵を得られるレイポイントやヘックスに存在するトラップ、障害物などのバリエーションもある。このシステムはワイルドアームズ・ザ・フィフス・バンガードでも踏襲されている。従来のシリーズではキャラクターごとに複数用意されたグッズと呼ばれるアイテムを謎解きに用いていたが、本作では マップ移動時には、柔道以外のキャラクターを使用することができなくなっており、グッズシステムも廃止された。それに代わり、基本アクションの充実やマップに落ちているグッズを、使用可能にすることで謎解きにバリエーションを与えている。ワイルドアームズ・ザ・フォース・デトネーターオリジナルスコア CD4 枚組、ワイルドアームズシリーズの楽曲ということで、なるけみちこ作曲が多いが、 開発中に起きたなるケミチコの体調不良により、本作では他にも、高田雅人や清水信之、鈴木隆太が作曲を担当している。一部楽曲の歌唱は、麻生加ほ里が担当。ありがとうございます。